こんなにたくさんの皆さんにお集まりいただき、私は本当に幸せです。私のミモリという名前は、亡くなったおじいちゃんがつけてくれたそうです。森には植物と動物たちが自然の調和の中に生きている。森のように温かい愛を持って受け止める、そんな美しい人間になるようにとの願いがこの名前には込められているそうです。私はこの名前が大好きです。岸田にもりという名への感謝と愛を胸に、私は今日襲名します。八代目篠田真理子の名前を。森がマリコか。応援行くよ。おっしゃ。年上の君は自由奔放で、この襲名は予想外です。次の行動が僕にも読めない、人混みの中ミモリさん僕の言った通り変わっちゃったでしょ。うつ、ミモリ変身。上から何こサディスティックなやつめ、愛の海へみたい、無茶振りなんでいきなり、なんで目を閉じる、君は本気なのかなのか。久しぶりね。この劇場に上からマリコが流れるのも、あの子がマリコか。ま、あんたに比べりゃまだまだだけど。なぜあの子が八代目篠田マリコを襲名したのか、それはこれから分かってくるでしょ。でも一つだけはっきりしたわ。八代目篠田麻里子が現れても、私は私のまま消えるわけじゃない。十四代目前田敦子が現れても、私たちのあっちゃんはきっとどこかで待っているはずよ。